1985年のヤクルトスワローズでは、1985年のヤクルトスワローズにおける動向をまとめる。1985年のヤクルトスワローズは、土橋正幸監督の2年目のシーズンである。前年5位からの浮上を図るチームだったが、開幕から引き分けを挟み5連敗、1つ勝った後また5連敗というありさまで早々と再開が定位置となった。チーム打率。 防御率ともにリーグ再開、チーム盗塁数がリーグ盗塁王の高橋義彦の73の半分にも届かない29という状況の中、自己ベストの成績を挙げた杉浦徹と保守として球団初の3割打者となった八重樫幸男の2人がベストナインに入り優勝の半身に次ぐ人数となった。また、ドラフト1位で、 明治大学から入団したルーキーの広沢克美は、打率2割5分ながら18本塁打を放つ活躍を、見せ飛ばし監督の期待に応えた。シーズン終了後に初優勝時のバッテリーである、松岡博士と、大谷明彦が共に引退、ボビー・マルカーノも現役にピリオドを打つなど、世代交代が進んだ。対戦成績では前年優勝の広島に十一勝十四敗一分と、検討し、 5位中日に11勝11敗4分と互角で全球団負け越しだけは免れた。ありがとうございます。